はい、アランド40のガッキーです。本日はヘッドホンをまた新しく購入しましたので、そちらの開封レビューをしていきたいと思います。で、今回購入したヘッドホンっていうのがこちらになります。じゃん、反対か、じゃん、フィリップスのハイファイステレオ対応 SHP9500という型番のヘッドフォンになります。で、一応これ購入したのが、毎度おなじみ海外の輸入販売サイトドロップから購入をさせていただきました。なので全部英語英語英語になっております。よいしょ。じゃ早速開封の方をしていきたいと思います。でね、一応ドライバーの大きさはね、50mm になってますね。インピーダンスも12-35000Hz ということで、値段の割にはいい音を奏でるんじゃないのかなっていうふうに思って買ったんですけど、現在 Amazon で19,800円で売っております。もう出てこい、よいしょ。おー、じゃあオープンをしていきたいと思います。オープン、デデデン。おー、ちゃんと袋に入ってますね。うん、中身めっちゃシンプルですね。本体と接続のケーブルオンリーでございます。あと湿気取りか。うん、マジか、イエス、何もない。はい、ということで本体を早速出していきましょう。よいしょ。おー、なんか思ってたよりもいいぞ。あ、なんか私が思ってたより全然質感がいい。うん、まずね、ファーストインプレッション、ここすごい動きますね。あの可動域が広い、めちゃくちゃいい。そしてここメモリがついてます。これほら見えるかな、これいいっすね。これは非常に面白い、使いやすいですね。で、 LLR でまあ誰でも分かるようになっておりますし、クッション性はね、ここはあのスポーツメッシュ素材になってますね。ここもそうですね、一緒です、スポーツメッシュ素材になってます。で、軽いっすね、これ持った印象。ちょっと何グラムあるか測っていきましょう。あ、実寸で284グラムなので、有線でも結構軽い部類のヘッドホンになると思います。うん、なんかめちゃくちゃいいな。で、一応イヤーカップの周りにスイッチ系は何もなく、左側のところにジャックの差し込み口がありますね。で、一応ケーブルは 3.5 か、違う、変換がついてますね。 6mm とこれ 3.5 か、まあこういう感じでアタッチメント付きで梱包されております。なので基本的にはアンバランス接続かなになると思います。ケーブル結構長いなこれケーブルね、3メートルぐらいありますよ、これ多分。めっちゃ長い、ちょっと長すぎだなこれマジか、いや長すぎ、マジでケーブル長すぎだからこれやべえな。よし、まあこんなもんでいいだろう。まあこんな時のための便利グッズ、マグネットクリップですね。これ結構便利です。まあこんな感じで、はい、じゃあ早速と聞いてみたいと思います。装着感ですね。あ、軽い、めっちゃ軽いこれ。あ、いい感じだな。うん、あ、思った以上に装着感抜群ですね。このね、スポーツメッシュ生地っていうのがまたいいですね。これ全然蒸れないですね。ほんで何よりも軽い。そしてね、このイヤーカップが結構大きめなんで、耳がすっぽり中に入る感じで、すごく安定感がありますね。しかも私のこの頭の大きさで3ぐらいのサイズ感なので、めちゃくちゃ頭がでっかい人でも全然いけますね。多分マックスで6までサイズを上げられるので、今の倍になりますからね。私の2倍の頭の大きさってそうそういないと思うんで、すごくサイズ感的にはいいと思います。付け心地も最高です。今回接続するアンプ類としては、この全ダックと全管の最強コンビで 6mm で接続して音を聞くのと、あとこっちかな、 AG03 と、これ最近購入したゲーミング用のミックスアンプですね、サウンドブラスター。一応この1、2、3、3つで接続してゲーム、音楽、映画を実際に聞いていってみたいと思います。行ってみましょう。はい、っていうわけで実際にゲームとか音楽鑑賞とかですね、いろいろ使ってみて、感じた所感、いい点、いまいちな点、ちょっとまとめていきたいと思います。まずね、いい点一つ目なんですけども、非常にフラットな音質で音が聞き取りやすいっていう点かなと思います。で、これは中高音寄りの音質なんですけども、 FPS ゲーム等の足音っていうのは結構中高音寄りの音質が多いですから、逆にすごく足音は聞き取りやすいですし、音楽とか映画鑑賞
ょうといった場合でも、まあ、変に味付けをした音ではないので、音そのものを楽しみたいという方にはうってつけのヘッドホンではないかなと思います。まあでもちょっと映画鑑賞とかで低音を楽しみたい、爆発音をボンボン聞きたいっていうアクション系の映画だとちょっと物足りなく感じてしまうかもしれないですね。あとはね、このヘッドホン自体がめちゃくちゃ軽いので、実寸 280g ちょっとという非常に軽量タイプなので、動画の編集ですとか、こういった長時間ゲームをする時ですとか、音楽鑑賞を長く聞くっていった場合にも全然ずっとしていて疲れないっていう点がすごく素晴らしいなというふうに思います。おうおう、超おい、つけ心地もね、すごくメッシュ生地のイヤーパッドになってるので、頭頂部もメッシュ素材になっておりますので、ちょっとまあ夏は終わっちゃったんですけども、暑い時期とかですね、ずっとつけていても全然ベタベタしないんじゃないのかなというふうに思います。はい、ってな感じで、いまいちな点っていうところをあえて取り上げるとすれば、低音好きな方にはちょっと向かないかなっていう感じの音質でございます。まあそれ以外はそんなに目立ったいまいちな点は今のところ感じないので、発売して結構経ちますけど、 Amazon でのレビューも5000件超ぐらいあるのかな、星の評価が 4.5 以上っていうところからも、この商品の素晴らしいところが感じ取れるんじゃないかなというふうに思っております。フラットなヘッドホンの購入を検討されている方の入門的な意味合いで買って使ってみるっていう感じで、間違いないんじゃないかなというふうに思っております。あとあれだね、これ多分外して洗えないですね。なのでここボロボロになったら、ちょっとヘッドホンごと新しく購入買い替えをしなくちゃいけないかなっていうところですね。はい、ってな感じで今回の動画はここまでにしたいと思います。購入を検討されている方の参考になれば幸いでございます。またこのチャンネルではこういった音響周辺機器や、まあ、ゲームガジェットを中心に動画をお送りしておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録をして、次回の動画をお待ちいただけると非常に励みになります。それではまた次回の動画まで。じゃあね、バイバーイ。